倒せた。つらかった。大丈夫？ねえ、そうなるよね。体力低下、小休止します。いいよ。私の戦術があれかもしれんけど、なかなか辛かったぞ。想定よりも早いか。次は難度を上げるとして。想定よりも早かった。聞いてくださいよ。まあでもいい成績を残せたって感じなんかね。めちゃくちゃ次だろ。次ってまた同じことをやらせようってわけ？だって今レベル0だもん。可能性は高そうですね。いずれにせよ実力テストは終了だ。すみません。3人ともよく頑張った。アークス2の新モードブレイブオーダーも成功。上出来と言っていいだろう。もっと使いこなせるように頑張る。それぞれ課題はあるだろうが、一つ一つクリアしていけばいい。ありがとうリン君、そんなこと言ってくれるなんて意気消沈している私にとても喝が入ります、そのセリフ。7組特務課、人数の少なさといい、今回のテストといい、不審に思うのも当然かもしれない。千の奇跡1のイラストですね。士官学院を卒業したばかりで、ろくに概要を知らない俺が教官を務めるのも不安だろう。なんか泣きそう。はあ。先ほど言ったように、希望があれば他のクラスへの転科を掛け合うことも約束する。だから最後は君たち自身に決めてほしい。自分の考え、やりたいこと、なりたい将来、今考えられる限りの自分自身の全てと向き合った上で、今回のテストという手応えを通じて7組に所属するかどうかを。多分それが7組に所属する最大の決め手となるだろうから。いいこと言うなリン君。ユーナ・クロフォード、7組特務課に参加します。え？勘違いしないでください。入りたいからじゃありません。私はクロスベルから不本意な経緯でこの学校に来ました。帝国のことはあまり好きじゃないし、あなたのこともよく思っていませんみたいだな。だけど今回のテストであなたの指示やアドバイスは適切でした。さっきの化け物だってあなたがいなければ撃破できなかったでしょう。はっきり言って悔しいですし、警察学校で学んだことを活かせなかったのも不本意です。だから結果を出すまでは、実力を示せるまでは7組にいます。灰色の騎士、いけすかない英雄であるあなたを見返せるくらいになるまでは。めちゃくちゃだろう。論理的整合性はありそうですが。宣戦布告ですね。その英雄というのは正直やめてもらいたいんだが。分かった、君の意思を尊重する。7組へようこそユーナ。はい。クルト・ヴァンダール、自分も7組に参加します。ただし積極的な理由はありません。それはこの第二分校が自分のクラスをここに定めたのなら依存はありません。強いて言うなら今回のように実践の機会が多いのは助かります。受け継いだ剣を錆びつかせてしまったら家族への面目も立ちませんから。確かにね。受け継いだ剣、ヴァンダール流ですか。それと
せっかくなので八王の一端には触れさせてもらおうかと正直聞いていたほどではなかったというのが本音ですが。お、言うね生意気すぎでしょ。人のことは全く言えないと思いますが君たちと同じく未だ修行中の身というだけさ。了解した、クルト。7組への参加を歓迎する。はい。最後は君だ、アルティナ。確認の必要はありません。秘匿事項ではありますが、任務内容には準じて。そうじゃない、アルティナ。君自身の意思でどうしたいか決めるんだ。なんかフィーちゃんみたいな立場ですね。意味がわからないのか。さっきも言った通り、自分自身の意思を示さない限り参加を認めるつもりはない。決めたのが文校長だろうと、たとえ情報局や帝国政府だろうと、その一線だけは譲らないつもりだ。何でもいい、君自身の根拠を示してくれ。私自身の根拠。ちょっと何を意地悪してるんですか意地悪事情は知らないけど、よく分かってない子に。根拠は思いつきません。ですがこの1年、妖精の旅にあなたのことをサポートさせてもらいました。この分校で所属するのなら、リーン教官のクラスであるのが適切であると考えます。なるほどね。それと1年半前、私の任務の前に立ちふさがったトールズ士官学院7組、その名前の響きに少しばかり興味もあります。それでは不十分でしょうか。今はそれで十分だ。よろしく頼む、アルティナ。はい。もったいぶっちゃって。波乱含みだな。それではこの場をもって7組特務課の発足を宣言する。お互い新米同士、教官と生徒というだけでなく、仲間として共に汗をかき切磋琢磨していこう。うん。リン君だな。リン君。へえ、どうなってるか気になって来てみりゃ。勝手なことを。一教官に生徒の所属を決定できる権限などないというのに。天下の願いがあれば私は認めるつもりであったが。文校長、お言葉ですが。帳尻が合えばよかろう。彼らは己で決めたのだ。8組9組共に出だしは順調。ステイシにしては上出来の船出だ。うーん。近日中に動きがある。せいぜい雛鳥たちを鍛えることだ。激動の時代に翻弄され儚く散らせたくなければな。もちろんです。イエスマン。やれやれ、大変なところに来ちまったな。大変なところに来ましたねあー、なんか本当不思議な気持ちでやってるな。なんだろうな。キータちゃんもお疲れ。アガトまだ帰ってなかったたか、ラッセルの爺さん以上にマッドすぎるだろう。留学についてもそうだが、あんなジジイに弟子入りしちまって本当に良かったのか？でもでも、やっぱりすごい人です。同じ新入生の子たちとも仲良くやっていけそうですし、それに帝国に入れないお姉ちゃんたちの代理もちゃんと務めたいですから。そうなんだ。エンジェルたちって帝国に入れないの？なんで？やれやれ、いつの間にかでかくなったっつうかもうちびすけとは呼べねえなおっかかわいい、許した。
連中は確実に動き始めてる。帝国政府もそれ以外の勢力もな。シャラカ王子のツテで遠距離通信のラインは確保できた。シャラカ王子何かあったら駆けつける。遠慮なく連絡しろ、ティータ。言い方、言い方、言い方。はい。ロリコンダイブですわ。アガットさんも気をつけて、あんまり無茶しないでください。はあ、始まるね、千の奇跡3が。どんな物語が待ってるんだろう、楽しみ。なるほど、本校に続いて第二もか。はい、初日は滞りなく終了したそうです。8組戦術家、9組主計家に加え、7組特務家も無事発足しました。クレア隊、ちょっとなんか声の雰囲気変わったね、喋り方というか。やれやれ、なんとか虎を檻につなげたと思ったんだが、まさかヤッコさんまで教官に加わっちまうなんてな。名高き才女も入るし、ステイシとは思えぬ充実ぶりだ。ティータのことかな。そう、やっぱ綺麗だね、千の奇跡3。クロスベルから彼まで送ったのは早計だったかな。ランディ？よく言うぜ。完全に狙っていたくせによ。ま、戦力が充実するんならそれはそれで使いようがあるけどな。なんだろうな、この裏の思惑。レクターさん、総督閣下も。いずれにせよ、この春をもって全てが動き始めることとなる。てか低くツヤのある声って。ノーザンブリアを落としたことで、蛇どもの潜む茂みは全て焼き払った。ああ、3ヶ月ぐらい前って言ってたっけ？どうだっけ？ 10 月って言ったんかいね。主の計画を奪い返すため、いよいよ直接動き始めるはずだ。ん？幻影計画を奪い取るって言って、結局取れなかったっていう話？ちょっとこれよくわからんな。ならば、翼と剣をもがれた王子の最後の悪あがきたる第二分校。翼ってカレージャス持ってかれたっていうこと？我が不肖の息子ともども、せいぜい踊ってもらうとしよう。まだあまり受け入れてないんだよな。かっこたく、ほんいい性格してるぜ。我らアイアンブリードは閣下の待望のため働くのみです。なんだなんだ、あーアークス2の着信音。あ、これリンクの部屋。あ、ね、写真があるわ。サウンドオンリー。よし、繋がったか。やったね。まさかこんな形で皆さんと話せるなんて。ああ、うん、王子殿下には感謝してもしきれないな。裏の機能ってこれのこと？ガイウスは繋がらないか。距離的な問題か、繋がりにくい場所にいるのかな。まあ今後はいくらでも機会があるだろう。そうね、これでやっと約束も果たせるわけだし。約束って言ってたね。まったくもう50個嬉しそうにしちゃって。仕方ありませんわ、再会の季節でしょうから。ええ、春再びね。わあ、オープニングですよ皆さん。おー、アニメ系になったか。おー、千の奇跡3始まりました。
私ファルコムさんのオープニングさ、あのなんかアニメともじゃないあの感じすっごい好きだったんですけどね。あの空の奇跡エボリューションとかもオープニングアニメになっちゃって、なんか普通に今までのあの感じのオープニングすごい好きだった好きです、あのオープニング。ちょっとなんかテイルズ感がテイルズオブアビス感がこの子なんだろうね、気になるな。お、ルティナがバリマールに乗ってる。サラダ、すごいね、なんかアニメのオープニングみたいだね。おお、今の7組あー、叙情春再び終わりましたいやー、なんかいろいろあって楽しかったな。楽しかった、なんだろうなわかんない、もうなんかどういう気持ちでやってんだろう、私本当にわかんない。天の奇跡スリー、なんだろうな。まずね、やっぱね、プレステ4だよね、綺麗今までプレステ3で、なんだろうね、私結構レトロ系だからさ、そのグラフィックが別にそんなこう特別綺麗じゃなくても全然こうできるっていうか、むしろプレステ3のあの千の奇跡1には普通に何の躊躇もなく楽しんでたんですけど、なんかやっぱ画面が綺麗だなっていうのと、うん、戦闘に関してはちょっと、なんだろうな、なんか、うん。千の奇跡1、2と違ってちょっとまだ容量をつかめてないところがあるから、まあこれからどんどん試行錯誤していこうかなっていう感じと、うん。音楽がまたちょっと雰囲気が変わってるなーっていうのと、あとなんだろう。線の話的にね、話的にそのやっぱ2から1年経ってるっていうのもあるし、リンくんがそのハイノキシとしていろいろやってきたことがまだプレイヤーに全部伝わってないから、その辺どうなのかなっていうのと、やっぱあと生徒の生い立ちとか考えてることとかそういうのとか、これからどんどん分かっていくんかなって思うと楽しみがたくさんあるなって思いますね。うん。これからも千の奇跡3も全力で楽しんでいこうと思います。千の奇跡3から今までのやってきた奇跡キャラクターもちょこちょこ出てくるようになって、その今まで奇跡好きだった人たちも楽しめる内容がまたいいなって思ったりするので、ほんとなんか、うん。何度も言いますけど、これから先が楽しみです。あと、仮面の人。白髪の仮面の人。なんて書いてあったっけ？プレイオープニングの時。ジークフリートとか書いてなかったっけ？なんか、よくやるやつですよね。奇跡シリーズよくやる仮面を被って隠すやつ。なんかなってちょっと思うよね。さっきオープニングでさ、サビのところリン君となんか戦ってたじゃん。あれが二丁拳銃だったんですよね。いや、これ違ったら
まあ、いや、まあ、しょうがないよね。初見だから分かんないもん。違ったらちょっと恥ずかしいけど、でもなんかちょっと思うところがある感じよね。ちょっと思わせぶりというか。ま、そうね。そうね。本当に、このことに関してはあれなんですけど、ちょっとめたいんですけど、千の奇跡4が出てるんで、ちょっとね、やっぱね、いろいろ思うところはあるんですけど、まあ、ちょっと楽しみだな、っていう感じですかね。あと、誰かいたっけね。気になる人、そんな感じかな。楽しみ。よし、じゃあ今回のパートはここまでにしようと思います。次回から、一章か何かが始まるんですかね。はい。学校生活、教官生活、また頑張りたいと思います。リン君と一緒に。そう、リン君、ちょっと待って。もうちょっと話させて。リン君さ、なんか、なんだろう。すごいキュンキュンはするんですけど。キュンキュンはするんですけど、なんか、なんだろうな。千の奇跡一から、この学生としてのリン君を見てきたんで、社会人リン君。何これ親心なの親心なのかな、なんか社会人リン君が、なんだろうな。まあね、もう3年、その、発売期間が3年経っちゃったからね、まあいろいろあるんでしょうけど、なんか、2からすぐに来た私には、なかなか。なかなかね、ちょっとね、切り替えがね、なかなかうまくできてなくって、ちょっとね、しばらく、こう、千の奇跡3に取り込めてない感じが、ちょっと出てくるかもしれないんですけど。あのね、なんかね、すごい、なんかね、なんかすごいね、なんて言えばいいんだろう、この複雑な気持ち。いや、楽しみさは200倍、300倍あるんですけどね。ちょっとよくわからない感想になってしまいましたけれども。ここまで見てくださってありがとうございました。引き続き、千の奇跡3、どんどん楽しんでいきます。これからもよろしくお願いいたします。